長谷川から発売されました、スズキ GSX-R750R 1986年仕様です、こちらの方は、塗装して組み立てますとこのような感じに仕上がるものになっております。で、こちらが、そのプラパーツになるんですけれども、ちょっと袋にまとめて入っちゃってますので、こういうような、まあ、カウルやメッキパーツの白い部分とか、あとホイール関係とかですね。で、ちょっと真ん中の灰色っぽいパーツのところにフレームとかエンジンとかがついております。で、これが、クリア部品ですね。カウルのところの風防とか、あと、ヘッドライトとかのレンズですね。あと、エンジンのパイピング用のこのチューブがついてます。で、こちらがゴム製のタイヤと、あと、こちらがデカールになります。パーツは以上です。で、こちらが、説明書になります。まあ、この、オートバイの、説明と、あと注意書きですね。で、こちら、がパーツリストと、あとマーキングデカールの位置と、塗装の、塗料の、何を使うかっていう、ところと、こっちの方が、その塗る位置の指定になっております。で、こちらが、組み立ての説明になります。まずはエンジンから組み立てていきます。そして次にフレームにエンジンを取り付けていきます。で、こちらがリアのフェンダーや、スプロケットとかチェーンとタイヤホイールの作りですね。で、それをここでセットしていきます。で、この辺がマフラーとか、あとラジエーターの取り付けになります。で、こちらがフロントフォークとかの、まあ、フロント周りの組み立てですね。ハンドルとかもここに含まれます。あとは、こういうハンドル周りのパイピングですね。で、この辺がメーターや、ヘッドライト。で、この辺が、カウルですね。タンクとかもありまして。で、あとこちらがフロントカウルの取り付けです。これで以上になります。